得意の考察得意の考察得意の考察もう大丈夫なぜって得意の考察今回は僕のヒーローアカデミア。はい。数少ない私の大好きなアニメ漫画なんですけれども今回ちょっと ヒロアカをまだ見てないという方のために紹介していきたいと思います。現段階でシーズン5が始まりまして、今までシーズン4までやってたんですけれども、めでたく8月にも映画が公開されるということで、まだ間に合うヒロアカを見ようということでございまして。コミックだと30巻ぐらい出てるんですかね。はい。アニメだとまあ大体100話ぐらい、映画は2話ぐらい、今まで出てまして。 まあ面白い。まあジャンプでね、週刊少年ジャンプでやってるヒーロー活劇っていうことなんですけども、そもそもなんで見ようかと思ったのか。きっかけが、オリエンタルラジオの中田敦彦あっちゃん先生だったんですね。前にもお話しましたけれども、爆放ザ・フライデーという番組で一緒にオリエンタルとかとレギュラーやってる時に、 まあ打ち合わせまでの1時間ぐらいがあるんですけどその時間、まあ、言ってもやることないんでいつもあっちゃんに何か面白い話してって僕が会うたび言ってた時に「徳井さんついにワンピースを超えるかもしれない漫画が現れました」っていうね非常に心をつかまれるつかみから始まったんですけどざっとね今から見る人もいるということを信じてあんま言わないですけどざっと。 ざっと言うとですね、うん、ヒーローっていう職業があるんです。いろんな個性を持った人たちが、もう地球の中にいっぱい、8割だっけないると。で、無、もう無個性の人が2割、個性がある人が8割いて、その個性がある人の8割の中でも、人を助けたい、悪い奴をやっつけたいっていう人は、何人かヒーローになる。で、そのちゃんとした設定で、そのヒーローは、 公務員なんですけど、まあ税金でお金をもらって働くと。で、その中のヒーローになるための学校がある。だからヒーローアカデミアなんですけど、その中の、まあ日本の UA 高校っていうヒーローになるために一番すごい高校。まあ野球で言えば横浜高校みたいな、そういう高校の中の一年 A 組に入ってる人たちを描いてるっていう話なんですけど、これが、 ヒーロー以外の話が、まあ、とにかくリアル。もう全てがあり得る話を、普通の高校生活の中で、ただヒーローっていうのがある、個性があるっていう以外は本当にリアルで、まあ、大体の僕アニメとか漫画見てても、んとか、いや、無理やりだなっていうとこいっぱいあるんですけど、ヒルワカに関してはほぼないですね。もう、あ、そうなるだろうなーとか、 こうなるだろうなっていう話が、まあ、続くっていう。で、現段階でもまだ1年生終わってないんで、非常に長いスパンでやってるんですけれども、まあ、なぜそこがすごいかって言いますと、言っちゃいますけど、まあ、ヒーロー、主人公のデク君、緑谷いづく君っていう子がいるんです。主人公。ワンピースで言えばルフィ、ドラゴンボールで言えば悟空。その緑谷いづく君っていうのは個性がないんです。 だだからたのの一般人何の才能もなない子なんですその子がヒーローを目指していくどうして目指せるのかっていうのと目指していく道中で挫折あり何々ありっていうことなんですけどまあうだうだ喋ってますけどいろんなアニメが進められるじゃないですかそうすると大体どこどこのシーンまで見てとか自分は我慢してとかで間ちょっと 飽きちゃう時あるかもしんないけど我慢してみたらその後面白いからって言われたこと皆さんありますよね僕のヒーローアカデミアはね2話たった2話見るだけで絶対に面白いと思います私は2話の登記にもう泣いてましたはいなのでこれを見てあなるほどヒロアカちょっと見てみたいなと思う方40分たった人生の短い40分をかけて ちょっと見てみてください。ぐっと来るセリフありますんで、まあ、見ていただくと。で、なぜこんなにおすすめするかっていうとですね、まあ、編集が素晴らしいと思います。うん。まあ、例えに例えやるのはあれですけど、工藤勘九郎張りの一秒たりとも無駄のない編集。本当に目つぶったら展開が変わってるし、 例えば誰かと見てて、あそこってこうだよねって言ってる瞬間に一ボケあったり、場面変わってたり、爆発シーン起きたりするんで、本当にあっという間に20本が過ぎるんです。いつもエンディングソングが流れる時に、嘘でしょって多分思うと思うんですけど、まあそれぐらい編集がすごいです。大人も見れるし、子供も見れる。で、ヒーローなんで、普通のアニメだったら、悪役とか、 とりあえずバカだけど、気合一発でドカーンみたいなのあるじゃないですか。これがね、ないんです。みーんな計算してる。なぜなら、遊泳高校っていうのはすごくエリートの学校だから。全員が努力して、全員がヒーローになりたいんです。だから、人を助けたいし、悪が嫌いな人たちしか集まってない。だから、ずるいヒーローもいないし、怠けてるヒーローもいないし、バカなヒーローもみんないんです。 20人が全員まっすぐな気持ちで努力して勉強して敵をやっつけていくっていうのが、俺は他の漫画にはないことだと思うんです。で、その子たちが、ここは、ここからは僕のワクワク理想論なんですけど、まだ高校1年生なわけです。で、その子たちが、いずれ2年になり3年になり、働くことになりますよね。そうなると、ひろアかの世界では、 ヒーロー事務所っていうもう事務所もあるんです。芸能界と一緒です。大きい事務所もあればちっちゃい事務所もある。そういう事務所にみんながちりチりリチリバラバラ入っていくわけです。そうやって、ヴィラン。まあ、敵ですね。敵のことヴィランって言うんですけど。そのヴィランをやっつけるために、偶然事務所同士で会ったりした時に、パワーアップしてる相手とかを見れるって考えただけで、もう俺はワクワクが、ワクワクが止まりません。はい。これをぜひ味わっていただきたい。モブキャラ。 っていうね。よくアニメで言いますよね。まあ、バカにしたセリフだと思いますよ。主人公がいて、サブキャラ、いついなくなってもいいようなキャラが、たくさんアニメにはいると思うんですけど、これがね、広カにはないんですね。20人クラスメートがいたら、全員が、いろんな思いで、<coughs> ヒーローをやってるんだよって。お金が欲しい人もいる。名声が欲しい人もいる。親の背中を越えたい人もいる。 愛のために頑張る人もいるっていうのが全員出てくるんで、まあたいシーズン、エピソード3、4ぐらいまで行った時には全員のキャラクターの名前と個性とヒーローネームを多分覚えてると思うんですけど、この子たち一体どうなるんだろうっていうのでね、若くするんでまあこれ見てる方は是非ちょっと2話までだけでもぜひ見ていただきたい。はい。 で、今から見る方がね、たくさんいらっしゃると思うんで、ここいいんだよね、とかいうのはね、オタクの方としか喋れないんですけど、僕が全部見て一番心に残ってるのは、デクんとカッちゃんが喧嘩するシーンがあるんです。これ結構あるんです。いっぱい、まあ同級生。ざっと言うと、カッちゃんっていうのはまあ、天才。もともと才能超ある。 エリートいじめっ子。で、デック君ってのは才能ない。個性がない。もうダメダメな子。その子が、まあ、同級生になるんです。なんやかんやって。で、喧嘩するシーンがあるんですけど、そこが泣けますね。うん。セリフもあんまりないし、まあ、手加減もないし。でもそれが2話ぐらいあるんですけど、うん、なんか青春なんですよね。うん。 いいね。いいな。喋りてぇな。こういう話、知ってる人といっぱい喋りてぇな。うーん、そこまで、見てください。ざっと60話ぐらいまで行くんで、そうですね。ちょっと時間はかかるかもしれないけど、あっという間なんで。あと、おすすめポイント。編集、言いましたけど、タイトルが、抜群。うーん、コピーライターついてんのかっていうぐらい、 素晴らしいと思います。なんか、タイトルなんて、どうでもいいじゃないですか。別にあんなの正直見てないし。だけど、まゆはイエは、まあ、ウィットに飛んでるか、芯ついてるか、まあ、大体どっちかなんですよ。面白いか、中心えぐってるタイトルかなんですけど、まあ、これも結構後の方に出てくるんで、詳しくは言えないんですけど、非常に、 悲しいシーンがあるんです普通タイトルってオープニングにドーンって出るかその後ちょっとオープニング曲あってごちゃごちゃってあってドーンって出るじゃないですかでもヒロアカの場合はもうそういう概念も覆しててすごい悲しいシーンがあるんです多分一番僕は悲しいシーンだと思うんですで悲しいシーンがあってまあたい CM 曲抜いたらまあ20分ぐらいですよ1話ね 悲しいシーンがあって、20分の時に、明るい未来、パッて出る時があったんです。これは、やられました。うわー悲しいシーンなのに、タイトル、明るい未来を最後に出すのか。普通だったら、別れ、別れ、とか、悲しい、悲しい何々、涙の何々って、 オープニングに出すのが俺は少年漫画の王道だと思うんですけど悲しいシーンを20分やってラストの1秒2秒にさって明るい未来って出すのいや恐れ入りましたねあれはちょっと先輩でしょうけどスタッフの皆さんは褒めてあげたいうんあんまり言われないかもしれないですあそこはもう抜群でしたね、はい、同じ エンタメ業界の人間として恐れ入りました。はい、名言みたいなのもあります。いっぱい。これ言う、言ったらバレちゃうんで言えないんですけど、一番僕が思うのは、そのヒーローの何の個性もないダメダメなデク君が、まあどんどん一応強くなってかっこよくなっていくっていうお話で、もう一番の最初に、これは僕が最高のヒーローになる物語ですみたいなこと言うんですよ。 どうって思うんですけど、ここでポイントなのが、最強じゃないっていう、最高のヒーローになるお話。最高って何なんだろうってこう思うわけですよ。多分それ話見てたら、出てくるんです。最強と最高の違いみたいなの出てくるんですけど、そんなデク君がよく、頑張れって言うんですね。うん。すごいチンプな、 言葉じゃないですか。僕あんまり言わないんです。頑張れって。はい。なんか、失礼だし。頑張ってる人に頑張れっていうのを、なんか、しょうもないじゃないですか。だから僕、人生でほぼ使ったことないんですけど、でも、必要にデク君が言うんですね。困ってる人とか、辛そうな人に、頑張れっていうのがね、作者の、 僕すごい意図だと思うんですよね。漫画書いてるってことは、すごいたくさんの漫画読んできてるし、アニメも見てきてるから、そんなチンプな言葉を使いたくないと思うんですけど、すごい頑張ってる主人公なんです。デクくんっていうのは。だその子が、頑張れっていうのが、 響くんですよね。うん。いろんなヒーローアニメ漫画見てきましたけど、頑張れがここまで響く声優さんもすごいんですけどね。うん、心込めて頑張れっていうのはいいんですね。はい。断片的にだけちょっといいセリフ言いたいんで言いますね。 まあこれは庭稲に出てくるんです,すぐ出会ってしまう言葉だと思うんですけれども、君もヒーローになれるよって、はあ、感じてください。庭まで見てください。こんな、こんな無個性な僕でもヒーローになれますかっていうシーンがありますからね。あそこは素晴らしいですね。はい。 ニ話までの名言はもう言います。ヒーローっていうのはね、頭で考えるより先に体が動いてるんだよっていうシーンがね、<笑><笑>いいんですよね。<laughs> まあそれが、後にね、私がさっき言った喧嘩するデック君とカッチャンのシーンなんですけど、そこは、そこは素晴らしいですね。ヒーローとは何ぞや ちょっと別冊になるんですけどまあ今回得意の考察と言ってもねもうプロが作ってるもんなんで何一つ言うことないんでじゃあ私のちょっとヒーローに関するお話っていうのがありましてねちょっとお話しますねこれはとあるミュージシャンの歌ですはい、有名な歌ですヒーローというタイトルのつく歌なんですけどまあそれいっぱいありますからね特定は難しいと思うんですけど まあその歌詞が結構意味が分からない歌詞なんですよ。まあ、ヒーローになりたいなっていう歌詞で。まあ道中いろいろあるんですけど、まあ、結局はヒーローになりたいなっていう歌詞で。でそのミュージシャンのことを好きな僕の知り合いの方が偶然その人を作ってる方に本人に聞いてあの歌ってどういう意味なんですかって聞いた時に <coughs> その 作者の友達がいるんですって。でその作者の友達の子供がまあ障害を持って生まれてきたと。でいろいろ困ったことやうん挑戦できないこともある。でそれを親としてヒーロー 黄色がいたらなーって持ってるんだっていう話をその作詞作曲してる方に言ったんですってだからその親の方からしたら完全に。 こんなに辛そうにしてる息子 <laughs> <laughs>、うん、ちょっと整えますね <laughs> こんなに障害を 持って辛そうにしてる息子を本当の意味で助けることができない自分が辛いと <laughs> ヒーローがいたらいいのになっていう話を聞いてその曲を作ってる人は「違うんじゃない?」って言ったんですって。 ちょっと泣きすぎてるなぁ。泣きたくないのに。うん。違うよって君は、その子にとってのヒーローなんだよ。だから、世間の人は、みんな、みんな誰かのヒーローだし、ヒーローになれるんだよ。そんな、スーパーマンだったり、スパイダーマンだったり、 そんなスーパーの力はいらないんだよ。誰かのヒーローになれるんだよっていう歌詞を込められてるっていうのを聞いて、その歌を聴くと、もう格別なんですね。誰の何とか言えないんですけど、想像してみてください。ありがとうございます。たまにはこうして肩を並べて飲んで、 ほんの少しだけ立ち止まってみたいよ純情絵に描いたような散々むなしい夜も笑って話せる今夜はいいね温泉でも行こうなんていつも話してる 落ち着いたら仲間で行こうなんてでも全然暇にならずに時代が追いかけてくる走ることから逃げたくなってる「出張得意の考察」5月22日19時からやります。 ゲストはボーイフレンド、ランパンブス。なんとチケット価格800円。配信チケット販売中、チケット購入は概要欄をご覧ください。見逃し視聴は5月29日19時まで。ぜひ。